皆さんこんにちは、講師の糸真由です。今回はですね、参加と還元の10回目の授業です。具体的な適定の、ね、例を見ていこうということで、今回はカマンガン酸塩を用いた適定をテーマに見ていこうと思います。具体的にはね、まあ、カマンガン酸塩ってここに書いてありますが、カマンガン酸イオンの塩、まあ、出てくるのは大体カマンガン酸カリウムなので、今回はね、カマンガン酸カリウムを使って見ていきます。で、カマンガン酸カリウムっていうのは強力な酸化剤 でしたね。で、これを使って適定をしていくものになります。で、ここにちょっと流れを書いたんですが、まあ、まずはこのカマンガン酸カリウムの、濃度を知りたいので、まあ、そのために周酸水溶液を使ってあげて、ね、濃度の分かっている周酸水溶液、これ還元剤ですね、まあ、これでカマンガン酸カリウム水溶液を適定して、これの濃度を分からせてあげた上で、これを使ってその定量したい還元剤を適定していく、まあ、こういった流れになります。なので、まあ、その実験の流れとしては、ビューレットですね、このビューレットにこのカマンガン酸カリウムを入れて少しずつ滴下していくといったものになります。で、このカマンガン酸カリウムを使った滴定のポイントなんですが、まずは酸性条件で行うというところです。これ皆さん今もしね、手元でカマンガン酸カリウムの酸化剤としての半反応式かける人は手元で書いてみてください。そうするとね、左辺に水素イオン出てきますよね、 H プラスが出てくるということは、この酸化剤としての反応が進むためには周囲に H プラスが必要なんです。なので酸性条件で行うことが多いです。で、特に、ね、何を使って酸性にするかというと、まあ、硫酸を使うことが多いですよ。この理由としては、塩酸とか、あとは、硝酸、とかは、酸化剤や、ね、酸化剤還元剤としての働きを持ってしまうので、まあ、それらのものでは酸性にできない、ね、酸化力も還元力も持たない硫酸を使って、希硫酸を使って酸性にします。あと、じゃあこの滴定ということは何かね、指示薬が必要なんじゃないかと思うかもしれないんですが、今回これ指示薬なくていいんですね。どうしてかっていうと、このカマンガン酸ね、イオンと、あとはマンガン2プラスのイオン、これ色がついてるからなんです。カマンガン酸イオン、ね、これ実はすごく、明確な赤色をしてるんですね。少しのどんなに薄くてもというかな、薄い水溶液だったとしても、少しでもこのイオンがあれば水溶液赤色に染まってくれるんです。これがすごく分かりやすいと。なので、例えばね、滴定していって、で、初めのうちは全部マンガン2プラスのイオンだから色は無色のままです。なんだけど、滴定していってちょうど過不足なく反応して、それを起こすとこのカマンガン酸イオンが余りますよね。そうすると MnO4-このイオンが出てくる。とすると何が起こるかというと、これが赤色になるので、その滴定の終点を超えると一気に、この水溶液が赤くなるんです。ということで、この終点の判断は何で行うかというと、無色から赤色に、逆もありますけどね、赤色から無色に変化する点だということです。まあ、ここが今回のカマンガン酸塩ならではの適定のポイントとなります。はい、ということで、今回いくつか具体的な、ね、例を持ってきました。なので、まあ、この例を、実際に皆さんに解いてもらおうと思います。では、例の一つ目です。過酸化水素の水溶液、これを10倍に薄めて、その、薄めたものを 10ml 測り取りました。これを硫酸酸性にしてから 0.02mol/L のカマンガン酸カリウム水溶液を加えていって、そして滴定をしました。そうしたところ、終点までにカマンガン酸カリウムは 18ml 必要でした。ではこの薄める前の、過酸化水素水溶液のモル濃度はいくつかという問題です。では今から、ね、これ各自でちょっと解いてみてもらいたいと思います。一時停止して、で問題が解けたらまたね、動画を再開してもらえればと思います。はい、では皆さん解けましたかね。では解説に移りたいと思います。では今回で、ね、求められている H2O2 のモル濃度、これを X と置きましょう。 X モル/L と置きます。そして、このね、酸化還元反応の時に大事なのが半反応式だっていう話は何回もしていると思います。この半反応式は皆さん見ないで書けるようになってほしいところです。今回、ね、この過酸化水素ってどっちにも働くんですが、相手が強い酸化剤なので今回は還元剤として働きます、ね、それぞれの
半々の式を書いてあげるとこのような式になります。ここから何がわかるかというと、過酸化水素は2価、ね、1モルあたり2モルの電子が出ていると。それに対してこっちですね、カマンガン酸カリウムはまあ5価だということがわかります。これを使ってさっきの量的関係の式に、ね、入れていくわけなんです。なのでここからできる式としては、ね、この式が出来上がります。まずはカマンガン酸カリウムについて、5価×濃度 0.02 ×体積1000分の18イコール、次過酸化水素のところ2価×濃度のところね、ここ10倍に薄めているので x×10分の1になってますね。これが 10ml ということで ×1000分の10、ね、これが作ってほしい酸化還元の量的関係の式になります。これが作れたらあとはもう計算するだけです、ね、これを解いてあげると x=9.0×10−1、まあ、0.9 ですね、 0.9mol/L だというふうに求めることができます。ということでね、この具体的な解き方皆さんしっかりできましたかね。半々の式を書いて、ね、そして関係式を作ってあげる、この流れをしっかりと押さえるようにしましょう。次はですね、じゃあもう一つ二つ目の例を見ていきます。COD と書いたんですが、学校の授業とかではねよく出てくるかもしれません。まあ初耳の人もいるかもしれないんですが、 COD というのは化学的酸素供給量、ね、これをまあ訳したもの、まあその言葉を覚えなくていいです。まあでも COD っていうのはよく出てくるので、まあ、知っておくといいんじゃないかなと思います。COD って何かっていうと、その川とか、ね、水の状態がどのぐらい汚濁されているか、でどのぐらい汚れているのかっていうのを表す指標の一つなんですね。まあ、ちょっとここは別に知らなくてもいいんですが、まあ、その水質汚濁の、状況を調べるものの一つとして、その水の中にどのぐらい有機物が含まれているのか、ね、この有機物がどのぐらい含まれているか、ね、多かったらそれだけ汚濁しているってことだし、少なかったらきれいな水だ、ね、この指標を表すのが、まあ、この COD なんです、ね、で、まあ、COD の値が大きいほど良くない状況だよ、こういうふうによく使われる指標なんです。こういった形で、まあ、なんていうのかな、ただただ実験室の中で行われることではなくて、実際の生活とか世の中で使われているものに関連した問題もよく出てくるということなので、これね流れ知らないとちょっと難しいので押さえておいてほしいと思います。これはじゃあどんな反応かというとですね、まずは 水の中の汚濁物質である有機物、これを、ね、有機物って酸化することができるので、カマンガン酸カリウムで酸化してあげます。で、これカマンガン酸カリウムは、まあ、過剰に入れてるんですね。状態としてはカマンガン酸カリウムがたくさん入ってる中に、その水をちょっと入れてあげるっていう状態です。そうすると、まあ、カマンガン酸カリウムこれ余るんですね。余った分をじゃあもう一つ、ね、何か、還元剤使ってまた滴定してあげましょう。ここで使われるのが、まあ、周酸ナトリウムですね。周酸ナトリウム使って残った酸化剤であるカマンガン酸ナトリウムを還元します。そして、それで、まあ、どこまで、ね、どのぐらい滴定していって、どこまで行った時に終点になるかな。今回で言うと、カマンガン酸カリウム、これが残った状態からぴったり反応するまでなので、はじめ赤色だったものが無色になるんですね。なので赤色から無色になったところで終点ってなります、ね。まあ、そうすると、どのぐらい、ね、有機物の酸化に周酸ナトリウムが使われたのかなっていうところが分かるわけです。で、最終的には何にするかというと、この使われたね、カマンガン酸カリウムの量を酸素の量に換算してあげます。これが今回の COD の特徴ですかね。あの酸素の要求量に換算してあげる、これは分かりやすくするためです。別にあのなんていうのかな、やらなくてもいいことなんですが、酸素に統一してあげようということで、まあ計算してあげてるよという流れになります。で、この問題解くときに何が大事かというと、これ2段階に反応が分かれてるんですね。つまり1対1ではなくて、酸化剤や還元剤が複数出てきている、こういう時にはどの物質が酸化剤なのか、どの物質が還元剤なのか、これをしっかりと明確にすることが大事です。今回出てきているのは酸化剤はね、一番初めに入れているカマンガン酸カリウムだけです。そしてこの一つの酸化剤に対して、初めに入っている有機物と
後から加えてあげるこのシュウ酸ナトリウム、この2種類の還元剤が作用して、これで過不足なく、酸化還元反応が起こっているんです。で、酸塩基の2段階できている時とかにもちょっとこの表を出したんですが、ね、今回もこの表がかなり活躍します。はじめカマンガン酸カリウムが、まあ、これだけあって、ね、で、まあ、これがどのぐらい電子を出すかな、ね、まあ、電子着目するべきは電子でしたね。電子がどういった関係性になっているのか、ね、カマンガン酸カリウムが奪う電子があります。これをまずは有機物で還元してあげてる。で、まだこの分残ってますね。この分残ったこのカマンガン酸カリウムをシュウ酸ナトリウムで滴定してる、ね、こういった量的関係になっています。なのでやっぱりここでも使うのは、酸化剤の奪った電子の量イコール還元剤の、出した合計の電子の量、ね、こういった関係が成り立つわけです。で、まあ、最後ここだけちょっと、他の滴定にはない特殊なところなんですが、ここはね、電子の数に価数ですね。なので、まあ、カマンガン酸カリウム5価だよとか、酸素どのぐらいだよ、その価数に着目して換算してあげる。ここはそんなに難しくないので、各自ね、教科書とか、自分の解いてるドリルとかで確認してもらえるといいかな。どうしてもこの流れがつかめない人が多いので、ここだけね、今回ちょっと重点的にお話ししました。ということで、今回はカマンガン酸カリウムを用いた滴定について、かなり詳しく見てきました。半々の式を書くところ、そして、このように式を作るところ、あとは、複数の酸化剤、還元剤が出てくる時の考え方について扱いました。これらが、ね、理解していれば、かなりたくさんの、ね、関係、について式を作って解くことができるので、皆さんしっかり復習して身につけてほしいと思います。それでは今日の授業はこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。